さてですね、今からちょっとね、お話をしたいと思うんですけども、まず最初にこの小浜達郎を知ってるぞという方ってどのぐらいですか？はいというね、広い声もありがとうございます。ね、以上の方が知ってくださってありがとうございます。先ほどもまあ紹介して、くださってた通りなんですけども、まあ僕はもともとこの大阪の高槻出身で、36歳までは大阪に、ここにね、高槻に住んでましたけど、今は42歳なので、そこから6年ぐらいですね、京都の方に、暮らしているということで、で、まあ、僕のことを知っているという方で、多分、高槻市内で歌を結構歌ってたので、まあ、アルブラザとかね、あの辺で歌ってるの見たことあるよっていう方もおられるかなとも思いますし、あとはそのテレビにね、一応出たんですよ。別にそんな自慢するほどのことじゃないんですけど、ちょっと見てみよう。これね、これ今年の4月ぐらいでしたかね、はい、地上波のテレビ朝日かな、ロックチャンネルかな、とかでこう、取り上げてもらって、まあ20分、30分ぐらい、うちらの家族が出たんですけども、まあ、最近はですね、いろんな事情もあってか、自給自足というのが、若干のこのブームというかね、なってますね、ポツンと一軒家とかいろいろありますよね、そういうこう、秘境に行って、こう、自然の中でね、そう暮らしてる人たちを特集するみたいな。まあそういうのにですね、僕もなぜかこう選ばれてですね、でまあこうテレビ局の人から連絡があって、で実はこれまあ地上波のね、いわゆるこう、放映だったんですけど、その、1年前、その前か、その前とそのさらにその前、もう実はテレビ取り上げてもらって、その時は BS の番組に出たんですけど、BS の TBS とか BS のテレビ東京とかそうなんですけど、まあそんなにも取り上げてもらって、結構なんかね、そういう自給自足っていうのに、まあ関心のある人が多いのかなと、そういうところをまあ肌で感じているわけでございますが、まあこんなんでね、一応次、これがね、これうちらの家族が知ってるんでね、まあ、隣のブラボー様、なんかその後も、引き続き、なんか取材が来るかもとかいう話だったんですけど、それ以降は来なかったというね感じになっておりますが、結構でもね、こうやって出ると面白いもんで、他のテレビ番組の人からとかも連絡があってですね、何これ珍百景とあるでしょ、あそこからもなんか連絡があってなんか出てくれみたいな話があったんですけど、取材を受けるのってものすごく大変なんですよ。大変っていうか、まあ気苦労がすごくてですね、それでもあんまり取材ばっかり受けてるとですね、まあ、子供たちもいるし、まあ、疲れちゃうしと思って、まあ、お断りして、それ以上来なくなりましたね。やっぱりあの時受けておけばもうちょっとテレビ出たかもしれない、そんなふうに思いますけど、はい、まあまあそんな感じでね、テレビにも最近取り上げられてということでございますが、一応今回、まあ、公演の流れということで、まあ、音楽ももちろんするんですけども、まあお話をね、中心に、お届けしようかなと思ってまして、で一応自給自足というテーマで、まあ、里山でね、暮らしているというテーマでお話をするわけなんですけども、まあ自給自足をね、なんでやってるのかというようなことも、やっぱり気になるかなと思うので、まあ、その辺の話も含め、そこをまあ話をしようと思うと、やっぱり自分自身の、人生をちょっと振り返ってね、いろんな出来事がやっぱりあったわけで、まあ、その出来事なんかについても、ちょっと触れたいなと思ってます。あとはね、まあ、後半は自給自足で一体どんなことをしているのかっていう実際のね、暮らしの様子なんかも、写真とかね、動画なんかを含めてご紹介したいなと思っております。さて、そんなわけですが、生い立ちということでね、これ子供の子の写真です。まあうちは両親と、兄弟と、まあ二人兄弟、右側のメガネかけてるのが、僕ですね、はい、次男でございます。まあ、高槻の、宮中、安光寺小学校でね、まあ、北側の方にあるところで、で宮中に行って、でその後、伊庭校に行って、大阪大学に行って、大阪大学の大学院を出るというね、パッと見るとこう、学歴エリート的な道を歩んできたわけなんですが、その後、就職することはなくですね、
実は音楽の道に、入りまして、まあ、そのあたりからそもそもなんかこうね、いわゆるこう多くの、人が歩む道とちょっと違った道を、歩んだことになるんですけども、まあ、その辺でね、結構なんか音楽活動を大学を卒業してからずっとやってたので、まあ、先ほどね、高井さんも、そのライブで出会ったということでおっしゃってたんですけど、本当に24、20、まあ、そのぐらいですかね、24、5ぐらいからずっとやってて、という感じで、で、まあ、ずっとね、音楽活動をやってたんですけど、その中で、まあ、最初はね、なんとかしてこうメジャーデビューしようという。プロになってこう、ね、有名になって、それこそ紅白歌合戦に出てやろうとかって頑張ってやってたわけなんですけど、まあ、途中ですね、まあ、今の、さっきの写真にあった、奥さんですね、うちの妻と出会ってですね、で、まあ、お付き合いして、結婚して、で子供ができて、でそういうことを、まあしていく中で、まあ、自分自身のこの音楽活動って結構こう僕は一人で、ピアノ弾いて歌ってたので、まあ、アイドルってことはないですけど、ちょっとやっぱりね、人の、前に立って、こう演奏するようなお仕事なので、やっぱりこう、自分のプライベートをあんまりこう、さらしてしまうと、ちょっとこう、どうですか、弾いちゃうみたいなところもやっぱり、感じてたところがあって、まあ、つまり言うと結婚しましたみたいなことをすると、やっぱり離れていっちゃうファンとかもやっぱりいるわけなんですね。でそういうのでこう、なんかこう、その辺ぐらいからちょっと自分自身のこのなんていうか正直な気持ちをこう隠してやるみたいなところにちょっとなんかこう、まあ違和感ってほどでもないですけど、ちょっと疑問をね、持ち、つつあったのかなと。まあそんな時にまあ子供が実は、できましてですね、まあ、で出産をまあ妻がしたわけなんですけども、いやもうちょっとこれこんな次行きます。これすいません、これ写真ね、若い頃の写真、こんな髪型をしてた頃は爆発してましたね。これ26歳ぐらいかな、ね、はいはい、まあまあそれで、そんなやってたわけですけど、まあ、その先ほど言った転機が訪れるという、まあ、結局子供が、できて、でその出産のことね、それが結構やっぱり僕の中ですごく大きな、出来事でして、まあ、僕が出産したわけじゃもちろんないんですけど、妻がね出産したんですけども、まずその出産するにあたってですね、やっぱこうそれまでは自分が音楽活動して自分がまあピアノが上手くなりたい、歌が上手くなりたい、まあ、いい曲を作りたい、自分がこう成功したいみたいなことがやっぱ強くあったんですけど、まあ、子供ができるというところで自分のその自分のこともそうだけど、自分の子供たちが生きていく、これからの世の中のことというのがまあ気になりだしたんですね。これ大丈夫なのかと、今のままで社会自体がね、世の中自体が大丈夫なのか、そういうようなこともだんだん気になりだして、あとはもう一つその出産の時に、結構一人目の時は大変なお産になってですね、まあ、それこそいろいろ病院でこうがんじがらめに、まあ、なってですね、妻もなかなか大変な、経験をしたりですね、やっぱりこうね見ててもすごくしんどそうだし、大変そうだなっていうのですごく嫌だなっていう気持ちが強くその時に残ったんですね、まあ、出産するまでの、まあ、段階ですけど、でその時にまあやっぱりこうお産ってどういうことなんだろうと思って、まあ、自分なりに本読んだりなんかして、お産の勉強したらこうそもそも出産っていうのは自然のね動物としてはもう至極当たり前のことで、別に病気でも何でもないですし、普通に、まあ、妊娠して普通に生まれるのがまあ、当たり前の話なんですけど、今はそれがものすごくこう厳重に何ていうんですか管理されてというか、あんまり自由がないような状況になりつつあるのかな、まあ、それはもちろんこう、ね、命を救うっていう大きな、こうね、目的があるからそうしているのは分かるんですけども、なんかこうその辺からもちょっとこう今のそのね医療のこととかっていうのもどうなのかなっていうのがだんだんその辺からこう疑問が湧いてきた、まあ、そのきっかけは本当の出産のことだったんですけど、で、まあ、その辺からこう自然ってどういうことやろうと、で自然食みたいなのもありますよね、いろいろ自然食品店ってね、まあ、なるべく添加物も入ってないとか、まあ、農薬や化学薬品があんまり入ってないような
食材とか、まあ、そういうことにもちょっとこう興味というかね、関心がいくようになってですね、まあ、高槻にもね、自然食品のお店なんかあるんで、そういうところに行って、買ったりなんかしてるうちに、その食材ですね、野菜とかお米とかっていうところにも興味がいくようになって、で、まあこう、高槻に住みながらもですね、摂津の方に、菓子農園を借りてですね、で、畑を、やり始めたんですね。でそれがまあ、だから10年ちょっと前ぐらいですかね。で、そうやって、まあ、畑やるにしても、いわゆる自然な感じで、自然農法みたいなやつですね。そういうのができないのかなと思って、それもまあ、本当最初はいろいろ本とかを読んで、その本の受け売りで、あ、こんな風にできるんやったら、まあやってみようかな、みたいな。そのぐらいの軽い気持ちで、別にそんな理屈がどうこうあんまりわからず、まあ本に書いてあるんやったらやってみようかな、軽い気持ちでまあやり始めたんですけど、だんだんその辺からやっぱこう自分が土に触れて、作物を育てるみたいなことを経験していくとですね、もうちょっと本格的にやってみたいなというような気持ちが芽生えてきてですね、やっぱりこう楽しいですよね、自分で作物を育ったりなんかしてるっていう。で結構まあ雪郷に畑を借りてて、僕は西真上の方にマンション借りてたので、自転車とかにね、子供を乗せてですね、えちらおちら15分ぐらい漕いで、よく畑に通ったりしてたことを、今思い出しますけども、まあそんなのしながらしてると、まあ子供が、1人、2人目できて、3人目ができてっていうぐらいのタイミングで、まあ住んでたマンションがそもそもそんな大きくなかったので、どっかもうちょっとね、引っ越しをしようということで、それで、まあ、そういうタイミングと、まあ僕がね、そうやってもうちょっと本格的に、畑仕事とか、自給自足のようなことがしたいなっていう思いが、まあ、あったので、移住をしようということに、なったわけでございまして、これね、はい。で、移住した先がこんな感じのところですね。はい。まあ、ね、こうやって見ると、ええとこやな、みたいな感じですね。いや、いいところなんですよ。もう本当に山の、まあ、後ろ家の裏がね、山になってて、で、神社がすぐそこにあって、まあ、こういうね、もともとかやぶきの、屋根の家なんですけど、まあ、こんな感じね、これ、干し柿を干してた、はい。で、裏はね、桜があってみたいな、まあ、こんなようなところなんですよ。いいところでしょ、これね。うん、そうなんですね。まあ、そういういいところに、本当たまたま巡り合って、暮らしているということなんですが、これ書いて2017年3月なんで、だから6年半ぐらいかな前ですね。で、南丹市の八木町というところ、大体ここから車やったら1時間20分ぐらいですかね、ここの場所から。そんなめちゃくちゃ遠いわけではないので、まあ、実家も高槻でありますし、まあ、ちょいちょいね、高槻に、カラオケのレッスンに来たりもしてるのでね、定期的に来てるんですけど、で、もともと、その僕が自給自足をそれしたいということだったんですけど、妻は、反対でしてね、虫があんまり好きじゃないとかね、そういう、まあ、いろいろ理由があってですね、あんまり乗り気じゃなかったんですけども、まあ、それでも僕はまあなんとかね、やりたいなって、まあ、どっちにしても引っ越しせなあかんかったというのもあって、とりあえずいろいろ不動産巡りをしてみようということで、妻を連れてですね、いろんな滋賀県見に行ったりとか、まあ、京都でも、まあ、笹山のね、兵庫県の笹山の方を見に行ったりとか、まあ、ちょっといろいろ、ちょっと、まあ、近場っていうのもあれですけど、まあ、妻がもともと滋賀県で仕事してたんで、まあ、そこに通えるぐらいの範囲内でみたいな感じで、探してたら、まあ、たまたま本当に、今の先ほどの写真のね、家に出会ってですね、まあ、そこに行った瞬間ですね、妻もなんかこう、運命を感じたらしくて、ここなら、なんか呼ばれてる気がするみたいな。それまでは本当全然乗り気じゃなかったんですけど、まあ、そこに行って、ちょっといろいろ、まあ、沢ガニがなんか知らんけど出産したりしたなんかいろいろあったんですよ。そこに着いたら家の前に水路があって、沢ガニを取ったらなんか沢ガニから子供がぶわ出てきてみたいなのがあってですね、なんかそういうのもなんか、すごい運命を感じたみたいでですね、反映するんじゃないかみたいな話で、で、まあ、で、こうトントン拍子でね、馬がことが運んで、まあ、移住した。結構ね、それで、南丹市なんかは、まあ、ここからそんなに遠く離れてないんですけど、やっぱりもう、田舎ですから、人もどんどん減っていって、もう過疎化してね、結構、移住を受け入れるような、そういう、こう、政策というかね、まあ、行政がそういうこともやってるんで、まあ、そういう意味では、すごく、
入りやすかったっていうのもあってですね、それも良かったところですね。どんなとこかというと、これ、まあ、こんな山と山に挟まれた間の、まあ、こういうね、田んぼが並んでみたいな、まあ、そんなような集落ですね。標高がまあ350メートルぐらいあるんで、こう結構冬場は雪が、こんな感じで積もったりなんかしてですね、まあ、近いけど、だいぶん寒いというかもうマイナス10度ぐらいまで行くんでね、冬場はもう水道もカチコチみたいな状態になります。だからもうヒーターとか巻いて何らかの対策しないと水も出ないんで、そんなような感じのちょっとね厳しい環境ではあるんですけども、すごくまあ静かで、いいところですね、はい、ということなんですが、でこう自給自足の暮らしということで、まあ、食の自給率何パーセントという話なんですけど、まあいろいろ自給自足というとですね、まあ、大体こう食事をね、食料を自給自足してという、ことがまあパッと思い浮かぶかと思う、まあ、僕も同じくそういうことを発想してですね、どこまでこうできるかなみたいなことでいろいろね、やってきて、まあ、それの紹介をするわけなんですけども、まあ、その自給自足をするまあその理由って、まあ、先ほどもね出てきましたけども、まあ、その未来の世代に対して、何が残せるかみたいなところが、まあ、一つのテーマではあったんですけど、まあ、それだけを言うと、まあ、ざっくりしてる話なんですけど、何でしょうね、一つはね、僕はその自分のその自由みたいな、まあ、その今日ね人権の講座ということなんですけど、基本的人権というのがまあ、ね、みんなあってですね、いろいろどんなことを考えたりとか、どんなふうにね、まあ、行動したりとか、まあ、ある程度 その一定の制限があるにしても基本的に自由にね自分で選べるというのが今のこの世の中だと思うんですけども、結構そのあたりがなんかこうだんだんと本当になんかこう自分のやりたい行動の自由みたいなのがなんかこう脅かされつつあるんじゃないかみたいなことが徐々にこうやっぱ気になりだしてですね、っていうのもですね、世の中こうね、こういう例えば街中に生きてるとですね、まあ食べ物も当然やっぱりこうスーパーで買ったりして、でいろいろね、まあ、電気やガスや水道やなんかももちろんこう公共のサービスでこう届けられるのは間違いないんですけども、それってこうすごい社会にね助けてもらってるというか依存してる部分っていうのが依存度みたいなのが結構高いなみたいなのがあってですね、でそれは別に悪いことではないんですけども、ふとなんかこう、まあ、今回のね、わかりやすく言うと、例えばコロナのこととかでも、結構こう、すごい自由が制限されたと思うんですね。まあ、マスクせなあかんとか、まあ、そういうのもありましたし、とにかく病気は怖い。それ絶対怖いっていうのはもう、なんていうんですか、僕は怖くないみたいなことは言えないみたいな。もうみんながね、同じような方向を向いてないと、結構こう、割とバッシングされるというか、すごく肩身が狭い。生きていきにくいみたいな、まあ、そんなようなことも感じたんですけども、そういうのって、何でしょう、そういうことにこう抗うというか、自分は自分の、大切にしていることっていうね、自由に思っていることっていうのがあるのに、それがやっぱりこう制限されているみたいなことはすごくなんかこう僕自身の中ではしんどいなというか嫌だなっていういうのもあってですね、それでまあその自給自足というのはこう社会への依存度をまあ少し下げるというか、まあ、自分で結局こう、ね、はたとこうスーパーが例えばね、食料がなくなる、まあ、次も書いてますけど、食料危機みたいなことに、最近ちょっとね、煽られてたりすると思うんですけど、ニュースなんかね、食料危機なんかが起こったらどうしようみたいな、そういう時にまあ、ね、不安になるじゃないですか、ほんで。でもなんかこう、自分はね、どっぷりこう、助けてもらってる世の中に。なので、あんまり文句も言えへんな、みたいな。なんかそれがなんか悔しいなみたいなところが、ちょっとあってですね。まあ、それで、やってるみたいなところはあるんですけど。まあ、その食料危機、これどうなんでしょうね。本当に来るんですかね、この食料危機ね。僕は結構そんなことはないんちゃうかなとかって思ってるんですけど、まあ、それでもやっぱりね、失敗に思ってる方っていうのはおられると思いますね。実際その、まあ、ウイルスのこともそうでしたし、まあ、最近ではね、WHO がどうのこうのパンデミック条約を、ね、結んでこう世界でね、同じようなことをせなあかんみたいな、そういう噂も
あたりの風ですね。まあ結構こう、医療のビジネスの闇みたいな部分もね、割と見えてくるのかな。まあ戦争もあるしね、結構こう、世の中としては割とこう、社会的に、すごい不安定というか、あんまりよろしくないような状況に、なってるなっていうのは間違いないですよね。まあ格差も広がってるし、本当に農村は、過疎が進んでるんで、いないんですよ。田んぼとか畑の担い手が、びっくりするぐらいいないんで、もう本当にそれはもう農業者が減ってるのは、僕は目の当たりに感じてますね。はい、まあそういうのもあったりね、僕の、食料自給率が、低いっていうような話もあったりとか、まあ本当にまあ課題を、まあ挙げると、まあキリはないわけで、まあそういうところもね、こういうのでも聞かされてもなんか、このままじゃまずいと思っても、じゃあ自分が何ができるかみたいなことを考えたときに、なかなかこう、みたいなね、口で言うことは簡単かもしれないですけど、じゃあ自分でなんかこう、行動してできるのかみたいなことを言われると、結構ね、難しいなっていうところが、まあ僕自身は結構感じてしまって、それがなんか、なんでしょうね、こう、言葉だけでこうした方がいいよみたいなことを言うのを、まあ、どうも説得力が自分の中でね、湧いてこないなと思って、まあ、そういうのもあってですね、まあ、自分で行動やっぱりして、まあ、その上でね自分が感じたことっていうのを、まあお伝えしていこうと、そういうようなことで、やってるわけですね。すいませんね、話が飛び飛びになります。はい、ということで、ちょっと実際にこれどんなことをやってるか、まあ、これはスライドで紹介してみようかなと思うんですけど、野菜の自給とかね、まあ、基本的にはいろんな野菜の作り方が、あってね、多分作ったことあるという方たくさんおられると思うんですけど、まあいわゆる教科書通りに作るのもあるし、あとはその無農薬で作るみたいなね、やり方もあるし、本当にいろんなやり方があってですね、まあ、僕の場合はとにかくこう、まあ、ゼロベースでというんですかね、何もまあない状態というか、自然な状態でまあやってみて、うまくいかなかったらまあ考えようかと、まあ、そういうような感じの、前提で始めたので、まあ、そういう意味ではこう農薬とかそういうことも使わずに、とりあえずやってみようと、まあ、自然農法とかって結構いろんな、話があって面白いんですけど、土を耕さないとかねまあ種はまきますけど、いろいろその虫とかね、その草とかも敵にしないみたいな、まあ、そういうこう、まあ、考え方でやってるのもあってですね、まあ、それもまあ面白そうやなみたいなところから、入ったわけで、で結構ねいろいろ失敗もやっぱり当然するわけです。全然うまく育たないとかね、まあ、それこそちっちゃいのしかできないとかね、本当にもうなんかそういうので、手間暇かけてやってるのに、もうちょっと横の畑を見るとですね、立派な大根とかできてですね、なんかこのすごい自分の中でのこう葛藤というかね、なんかこうもやもやした思いとかもそういうのもいろいろ味わいながら、やってきたわけですけど、ただまあそんなやってきてももうかれこれ10年ぐらいなんやかんやってね、毎年種をまいていることになるわけで、まあ、失敗も、自分の糧としてですね、まあ、こういうことしたら失敗するなとか、こういう時はあかんなとか、まあそういうのもだんだん分かってくるんで、いい加減にやりながらも、まあまあそこそこ最近はね、自分たちの食べ物野菜なんかは自給できるようになってきましたね。で、今日もこれ内緒でなんですけど、ちらっと野菜を、うちの野菜を持ってきてますので、こっそり販売しますんで、よかったら声かけてください。すごいですよ、でも本当に今日はピーマンとか、まあまあその他、まあ、持ってきてるんですけど、もう本当に何しろこうほっといてもできるやつはできるんですね。もうびっくりするぐらいたくさんできたりするのもあってですね、まあ、その辺もまあ面白いところですし、手間暇かけてもできるやつはできるしね、面白いですね、本当に。まあその辺で、野菜をこうやってね作って、いるわけで、野菜の自給、まあ、これ、畑はね、家のさっきの家の目の前に畑があってですね、まあ大体一旦ぐらいあるので、300坪ぐらいですかね、割と広い畑が家の前に広がって、本当にね朝起きてですね、なんかないな、なんか野菜取ってこうかなみたいなぐらいで取りに行ける距離だったりするので、その辺はすごく家の近くにあるっていうのは本当にいいなと
ますね。あとはね、あのこちら右上の方 の、 あの実はビニールハウスなんですね。でビニールハウスは自分で建てたわけじゃなくて、あのお隣のおばちゃんがこれもううち使ってないから使わへんかみたいなことで、ただで借りてます。はい、もう本当は向こうにそういう田舎に行くとですね、もう農地は基本的に、ただみたいな、ただ同然のような額で借りれるというか、まあ、あの税金じゃないですけど、あの田舎の場合はこう農地にね、水水利っていうんですけど、まあ、田んぼの水をね引いてくる関係で、そういう、 こう水利費みたいなのがいるとか、まあ、あとはその、こう田んぼを一時ね、土地改良って補助整備っていうのをした時の、まあ、そのお金みたいなのが、まあ、年間だから一旦で大体3000ぐらいかなぐらいは、まあ絶対かかるんですけど、借り賃自体はもう ほぼただみたいな感じですね。まあこれはただに書いてます。まあそんなようなところもあって、まあやりやすい環境っていうのがあるのでね、そういうことで、まあ数打ち当たれる作戦ですね。いろんなところに種まいてみてうまくいったりラッキーみたいな、まあ、そんなような感じで、やってます。まあ子供がうちはいるんでね、特にあのなんでしょう、子供たちはやっぱり収穫したりするの楽しいので、自分で種まいてみたりとかしてね、うまくできたみたいな、そういう、まあ、食育的なことっていうのもまあまあ、 あの、まあ、知らず知らずのうちに、実践しているのかなと、まあ、そんなような感じですね。はい、じゃあ次、野菜は割と例えばね、高槻にいても、農園、貸し農園借りたりとか、まあ、プランターで作ったりできるんですよ。米はなかなかね、難しいですよね。もう米はやっぱり、そういう里山に、行くのが一番やりやすい。まあ、高槻は頭の方とかもあるんでね、あの、その辺とかまで行けば、もちろんできますけど。で、まあ、どんな感じでやってるか、あ、まあ、あの、同じように無農薬栽培で、天日干しね、このあの、稲荷にお米をかけて、干してということで、やってます。これは本当にあの風景がね、自分たちで生み出せるっていうのがすごくこう魅力の一つですね。あのすごくなんか、なんでしょうね、こういうこう干してる景色っていうのは何とも見てるとね、心が和むというかいいもんですよ。で、まあそういうので、やってて、最初はもう本当に小さな田んぼ、お借りしてやってた。まあ実際ちょっと1田くらいはありましたけど、300坪ぐらいの田んぼをやったんですけど、年々本当に任される田んぼが増えてきてですね、ここやらへんかと、もう俺ら しんどいからやってくれへんかとっていうので、今は、大体 8単ぐらいありますね。結構あるんですよ。なので、まあそれも多分これからどんどんさらに増える傾向にあるなみたいなところではあるんですけど、あんまり増えてもね大変なんですけど、で一応こうお米を作って、今日もあのちょっとお米も持ってきてるんで、もしよかったら買ってください。そう、 うちはあの、まあ、標高が高いところにもあるし、まあね、天日干しのお米とかってね、なかなか貴重な お米というか珍しいお米かな。美味しいのは間違いなく美味しいです。ちょっと高いですけど。まあそんなようなこんなでね、ちょっとほんでお米作りね、こう、まあ、やってる風景ですけど、あの結構ね、農薬ってね、あの無農薬ってなんか多分いいイメージが割と、まあ、あんま悪いイメージを持ってる人はいないと思うんですけど、農薬って人まとめには実はできないんですね。農薬っていうと、まあ、殺虫剤ってね、虫を殺すやつね、あと、まあ、殺菌剤っていうなんかこう細菌とかそういうね、病原菌みたいなの殺すやつと、あとは除草剤ってね、草を枯らすやつね、あとは、まあ、ホルモン剤って、まあ、それはあんまりお米には関係ないですけど、トマトとか、それ受粉をね、助けるやつ、まあ、あと、ブドウの種なしにするやつとか、いろいろある。そういう、大体大まかに分けると、そういう4つあるんですけど、まあ、殺虫剤とかね、こうあんま食べたくないなとか、まあ、分かるんですけど、お米の場合は実は、あの、除草剤っていうのがめちゃくちゃ、まあ、あの、有効なんです。有効というか、まあ、まあ 99% の米農家が絶対使ってると思うんですけど、もう使わなかったらボックスさんめちゃくちゃ生えてきて、やっぱ大変なんですね。で、やっぱ草取りをしたりとか、これはしてる、そういう風景ですけど、まあ一旦の田んぼでも真面目にね、あの普通に手で入って草取りなんかしてると、
4、50時間ぐらい普通にかかるんですで、取っても全部取りきれないしみたいな、なかなか大変ですね。ただまあそれもいろいろ勉強していくとね、いろんな工夫をして、まあ、お米の前にこう大豆を植えて、お米の前に、まあ、お米の後に麦を育てて大豆を育てて、またお米に戻すとか、そうやって転作をするとか、まあ、植える時期を変えるとか、白柿を何回するとか、まあ、そういう、こう薬に頼らずにも何とかしてね、うまいことちょっとでもその草が生えにくいようなことにするっていう、まあ、そういう技術みたいなのは、まあ、結構割と無農薬のね、その幸い農家さんはまあ工夫してやっておられるので、まあそういう知恵も借りながら、やってるわけですけど、はい、これは長男が脱穀をしているところなんですけど、まあ僕は基本的にはその、まあ、その自給自足って言ってもやっぱりその最初言ったようなね、その自分でまあ自立するというか、その世の中がこうね、いろんな難しいことがあって、遮断されたりしても、生きていけるのかどうかみたいなところが一つのテーマやったりしたので、まずは人力でやってみようと。で、機械使うのもそれは便利で早いんで、最近は使ったりしてますけど、基本的には方法を、人力を体験してね、自分自身の手で体を動かしてやってみて、まあ、どのぐらい大変かと、できるもんなのか、そういうのもやっぱすごく大事なことかなっていうふうに思っているので、で、まあ、やってると結構ね、人力の道具っていうのは、子供もできたりしてですね、割と楽しいんですね。こうやって、こう足で、足踏み脱穀機っていうのは足で踏みながら、こう、お米のね、藁の先についてる、まあ、米粒を、まあ、こそぎ落とす、ね、脱穀する、そういうもんですけど、まあ、これも1年目だけなんですけど、手でやったのは、実はね、でも300キロぐらいずっとやったんで、もうめちゃくちゃ時間かかって、そうそう、米が、あともう山積みになった、そのお米の、稲ですね、稲の束をこうやってやって、まあ、そんなんも、でも、すごくいい経験になりましたね。まあなんとかなると、手作業でやっても、はい。で、まあこうやってね、右の方はね、写真で何人か写ってますけど、まあそれ農業体験みたいなね、こともやっててですね、ちょっと知り合いの人に集まってもらって一緒にやったり、そういう作業も楽しいですね。で、まあ最近ではでも機械も使ってるよみたいな話で。たくさんの面積になってくるとね、手でできないことはないんでしょうけど、時間がかかりすぎるんで、気持ちが途中で折れてしまうので、ああ、もう無理やみたいになるのでね、たくさんなってくると、まあ、そうやって機械を使ったりしてます。まあでも機械って言ってもね、昔の機械、まあこの田植え機はまあ借りてるんで別ですけど、この左の方のやつとか、まあトラクターのやつも、めちゃくちゃ古い機械なんですね。トラクターなんで僕と同い年ぐらいの、40年前以上の機械なんですけど、まあ、もともと住んで、今移住してね、住んでる小屋、家の横に、まあ、置いてあったというか、もともとそこに住んでた人が、まあ、置いていったやつですね。でも壊れてるんちゃうかいう話だったんですけど、意外と使えたというね、まあ、修理してたんですけど、まあ、そんな修理とかももう、最近なんか自分で、あらこうだね、分解して直したりとかして、まあ、そういうこともね、まあ、自分で、やるというのがね、まあ、僕の中でテーマになっているので、そういうことでやってます。まあ、そういうお米ね、販売中ですね。宣伝もしとかない。まあそんなにたくさんはないんでね、注文が殺到したらない売り切れちゃうんですけど、はい。はい、いろいろ他にも紹介しましょう。キノコの地球というね、キノコはめちゃいいですよ、本当に。美味しいですね。もうびっくりするぐらい美味しいです。原木椎茸って肉、お肉に匹敵するぐらいの旨味がありますね。そう、まあ、こういうね、まあ、木をね、近くの山からその椎茸に使える木が、まあ、自分で切ったりすることもあるし、まあまあ切ったやつをもらったりとか、まあいろいろありますけど、基本的には本当に山で暮らしているとその原木を別に買わなくてもアンテナ張っていろいろ探していると材料手に入るんでね、その辺もその代わり自分で汗水は流さなかったよね。それがまあでもいいのかなっていうふうに思ってます。でこういう椎茸のその種みたいなやつをまあコンコンコンとこう木に打ち込める、まあ、そういうのも結構楽しいんで子供たちも一緒にやってでたくさん取れたらね、
美味しいなんか言って食べて、本当素晴らしいですね、このキノコ。はい、次、これはね、なかなかやってる人少ないですね。大体時給、まあ、野菜はまあ作れるかなと。で、まあ、お米もまあまあね、ちょっとこう、知り合いが田んぼ持ってるとかやったらいけるかな。で、まあ、キノコとかも、まあ、ね、家の庭に別に置いてた高槻でも絶対できますから、できますし、だから肉の時給はなかなかハードルが高いですね。で、これは罠で僕は漁をしてるんですけど、まあ、その牛とか豚とかはね、家畜なんで、それはできないんですけど、そこら辺の山にいる、鹿やイノシシを自分で取って、さばいてということで、食べてます。ちょっとこれ、動画があるんで、ちょっと見てみましょう。こちら。あれ、ほら、おはよう。はい。あれ、ちょっと待って、止まった。なんて言うんだろう。あら、あれ、止まったけど。なんじゃ動かずない。あれ、消えた。ちょっと待って、ちょっと待って、ね、そういうこともありますね、これね。こうか。で、こう。はい。これ、動かないのかな。わかんない、動かない。じゃあ、これ飛ばそう。せっかく動いてるね、イノシシが見えるかと思ったんですけど、こっちはイノシシが、こっちは鹿がいるんですけど、YouTube で見ます、それ。YouTube で見たら見えますね、これね。これを飛ばして、そうそう、ここからできれば、はい、これは、まあ、その取ったやつをね、さばいてるところですね。こっちはイノシシをさばいてます。で、こっちの右の上の方は鹿をさばいてるところですね。まあ、これはなかなかやっぱりショッキングな、ね、映像というか、なのでなかなかこううっと思う人も多いと思います。で、僕も最初、まあ、漁をやるって言っても、誰に教わったわけでも実はなくてですね、本を読んで、できるかなみたいな話で、最初やったので、まあ、いろんな人のね、ご縁に恵まれて、まあ、もちろん教えてもらったりとかっていうのはあるんですけど、基本的にはでも、もう最初、鹿がかかってですね、一番最初の透明がかかった時なんかは、どうやっていいかもあんまりよくわかんないので、なんかもうとりあえず棒を持っていってみたいな話で、棒で格闘しましたけど、あれはでもね、なんかすごい汗かいてですね、なんかもう冬の寒い時期やったのに、で、やっぱこっちやらんとやられるみたいな、もうオス の鹿は角があるでしょ、結構こう向かってくるんですよね、あんま逃げないというか、すごく怖かったりとかしたのもあったんですけど、まあ、それでね、自分がこう格闘して、こうまあ、最終的にはでもやっぱり自分で命を奪うことになるので、ナイフとかで心臓の上ら辺を刺すんですけど、まあ、そうやってこう血抜きをしてみたいなことになるんですけど、まあ、それは本当にかなり自分にとってはこう、まあ、大きな、ね、出来事でしたね。まあ、それまではなんかこう、まあ、お肉ってやっぱり買うもんですよね。スーパーに行ったらね、肉並んでるし、そういうもんだなと思って僕も、食べてましたけど、自分でやるとね、結局生きている動物の命を、まあ、誰かが奪って、まあ、お肉になってるというのはもう間違いないことなので、そのスーパーで売ってるやつもね、誰かがまあ殺してるわけですから、まあ、そういう事実に、まあ、直面することありますね。で、自分がやらない。結構辛い作業ではあるんですけども、まあ、ただね、それをやることで結構こうさっきも言ったこう衝撃的なことがあったっていうのは、なんでしょうね、こうた、まあ、僕は男だからっていうのもあるんだと思うんですけど、結構それまではすごくこうやっぱ血を見るのもそれすごい嫌だったし、あんまりそういうね、まあ、その戦争とかも持ってるほうがいいし、そんな兵隊になってね、相手殺すとか、そんなもうありえへんと思ってた人間なんですけど、自分がそういうこう狩猟をやって、やられるかもしれん、やらなあかんみたいな感じの心境になってですね、そしたらなんかこう、なんでしょう、その
今までね、そういうこういわゆるその兵隊で戦ってるような人の気持ちが少し分かったような気がして、そのね、銃で人撃つなんてありえへんと思ったけど、やらんとやられるって そういう心境になるんやろなみたいなことがちょっと分かったりなんかもして、まあ、その辺もなんだろう、まあ、うん、結構ね自分の中に大きな、出来事がありましたね。で、まあ、やっていくとね、あの、まあ、最近ではねそんなにあの最初にやった時ほど汗かいてっていうことはないんで、まあスムーズに体験できますけども、それでもねやっぱりこう結構ね、あの残酷だなと思う時もあるし、うん、まあでも食べるということはそういうことかという、その辺をまあ日々感じながらやってますね。結構今危ないんでね、あの怪我と隣り合わせということではある、何回かこう斜面みたいなとこからね、あの動物を引っ張り出したりするときに自分も落ちてみたいなので怪我したりとかね、動物に食べそのぶつかったりということでは今とかないですけど、まあ、それ以外のところでやっぱりね、結構危ないことはありますね。はい、で、まあ、あのこの狩猟でね、あの取れる肉っていうのはでも本当に美味しいので、あのジビエの天然のね、いわゆるこう野山を自然にね、あの駆け回ってる、動物 の肉っていうのは余分な脂もついてないしね、本当に柔らかくてね、美味しいですね。ただあの個体差中のがあってですね、あの80キロぐらいの大きなオスの鹿を捕まえたことがあるんですね、去年ね。もう角がバーッてある、もうだから運べない、僕一人でやってるんで、あの引っ張って運ぶにしても重すぎてもう腰壊れそうになりましたけど、まあまあ そんなんは大きすぎるやつはね、あの匂いがめちゃくちゃきつくて、あの発情期に入ってるっていうのもあるんだと思うんですけど、もうなんかさばいてる時からすごい獣の匂いがするんですね、肉の。それはやっぱ食べたらやっぱすごい匂いがきついので、食べれることはないですけど、まあまあ苦手っていう人が多いんだろうなみたいな。まあジビエは個体差があるのでね、取る時期とかオスとかメスとかによっても全然味が違うんで、その辺もまああのやってみるといろいろ分かりますね。でまあ精肉の作業はね、あの大体今も実はもう料金始まっててですね、狩猟できるんですけど、まあ、今日の講演があったので、それまで取れたら大変だなと思って、まだ今ちょっとやってないんですけど、大体あの罠を仕掛けると毎朝見に行かなあかんすよ。毎朝見に行って、かかってたらその時やらないといけないんで、置いとくわけに、置いといたら死んでしまうからね、あのすぐに。毎日見に行って、あのかかってたらもうその場でやって、まあ、内臓を出してみたいな。まあ、そうすると、大体夜子供たちが寝静まってから、黙々と、精肉作業、骨を抜いてね、いわゆるお肉の形にする作業が、夜1時ぐらいまで続くみたいなことがずっと続くんでね、結構きついんですけど、ただ1年分の、お肉は確保することができますね。大体、まあ、1ヶ月に10頭ぐらい取れるんですよ、まあ、だから2、3日に1頭は取れるぐらいのペース。よかったら多い時はね、1日に3頭とか取れることがあって、そういう時はもうどうしようかなってなりますけど、まあ、そういう感じでお肉もね、あの何十キロっていうのが取れるんで、真空パックして、まあ、冷凍保存してということをやってると、本当にあの1年は美味しく食べれますね。まあでも買いますけどお肉鶏肉とか買うしね。あとお魚、僕魚はね、あの山ではなかなか難しいんですよね、あの魚釣りって言ってもね魚釣りは僕あんまり行くけどね。そう、まあその次これ山水ね、はい、これあのこの前水の話をする前にあれですけど、防災訓練みたいなのがうちの地域であって、でちょっとそういうね、防災に関する専門家の人がお話をしてみたいなところで、まあ、こう災害に向けて備蓄をしましょうみたいな、最近結構ありますよね、食料とか水とかで1週間分ぐらい一応置いといてくださいみたいな。水は一人当たり1日何リットルだったかな、3リットルぐらい2リットルを1週間とかいう話でね、で僕うち6人家族やったらどんだけ水をかかるみたいな話で、いやそれちょっとねあれやなと思ったんですけど、ただその時にあのうちの場合はですね、あの水も自給してるのでそれは大丈夫なんですよ。水が水道係に止まってもね、まあ、浄水道も引いてるんですけど、
飲み水とかお風呂のお水とかは大体山水で使ってますね。で、まあ、山水ってやっぱりでも濁ったりするんですよ、雨が降ったらね。で、当然地表を流れてる部分もちょっとあったりするんで、まあ、動物の死骸がね、例えばかかったりする可能性もあるじゃないですか。だから生でそのまま飲むのは結構、まあやばい時もあるということで、ろ過装置みたいなのをね、家の裏にこう、この左のやつがそうですけど、作って、で、まあそこでろ過をして、飲んでますね。まあろ過って言っても、単にこう、砂利とか砂とかの層があって、まあ、常に24時間ちょろ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 水を流してると、いろいろ微生物やなんやらかんやらが、ろ過してくれるという、そういう話で。で、まあ、生で飲んでますけど、大丈夫ですね。腹痛になったことない、今のところは。はい、まあ、そんな感じでやってます。めっちゃ美味しいですよね、山水。まあ、こんなんもね、まあ、そこの今いる集落なんかも、もう5、60年前はみんな山水暮らしてたんで、まあ、山水の配管が残ってたりしてね、で、まあ、今はやっぱもう使わないようになったからって言って、その使わなくなったやつに、まあ、僕は入れてもらって使ってるんで、一から工事したわけじゃないですけどね、もう一から山水の工事をしようと思ったらめちゃくちゃ大変なんで、大体家から1キロぐらい先まで歩いて行って水源地がね、もうずっとパイプが引いてあるんで、もうなかなかそれを今から、個人でやれてたらちょっとしんどいかなと思いますけど、そういうのはね、昔の大いなる遺産を活用させてもらってやってます。で、まあ、上水道は基本使用料のみということで、まあ、上水道もやっぱりね、便利ですから使ってますけどね。結構でも田舎の上水道って高いんですよ、めっちゃ。高槻にいた頃に、高槻を2倍以上はしますね。水道代が圧倒的に高いです。高槻って2ヶ月に1回ぐらいですよね、あれが来るの。その値段と1ヶ月に。1ヶ月に1回来るんですけど、大体同じとかぐらいです。全然違います、値段が。まあ、そういうのもありますけど、ただまあ、水も結局、停電になると水って出ないんですよね。ポンプで送ってるから圧力を高めてね、水っていうのは。だから、うちのところもその、まあ、山水を実給する前ですけど、台風でね、停電して、3日ぐらい停電したらやっぱ水も出なくなるから、どうしようかなみたいな。結構ね、そういうこともありましたね。まあ今ではもう、水は大丈夫みたいな感じですね。あとはまあ、山に暮らしてていろんな野草があって、山菜が採れて、ちまきを作ったりね、これ最高ですね、これね。あと、こんにゃくね。これは栽培してるんですけど、こんにゃくを。3年ぐらいかかるんですけどね、大きくなるから。これも自分で、こう、稲わらを燃やして、その灰の汁で作ると、めちゃくちゃ美味しいですからね、はい、あとこれは、味噌ね。これはまあ高槻にいる時からやってましたけど、味噌作りっていうのはまあ大豆とね、麹があればできるん で今ではね、大豆も自分で作ってますし、まあ、お米も育ってるんで、まあ、お米にこの麹の菌っていうのをまあ振りかけてですね、ちょっと48時間か保温うまいことしとくと、まあ、いわゆる米麹になるんで、まあそれと塩と混ぜて作る。まああと梅干しね。これもいいですね、梅干し。家の前にまあ梅の木を植えてですね、それがまあ、もう6年ぐらい経ったら結構実がつくようになって、それで梅干しを作る。で、醤油、これは今年初めてやってるんですけど、醤油を作ってますね。これも大豆を作ってるし、あと小麦も育ってるんですよ、麦をね。大麦とか小麦。醤油っていうのは小麦がいるんですね、普通に作ろうと。大豆と小麦。小麦をフライパンとかにいって、砕いて、でそれに、まあ、茹でた大豆混ぜて、これまた麹菌みたいなのが、醤油用のやつがあるんですけど、それをかけて、2日、3日ぐらいかな、ちょっとこう、お世話して、やったら、まあ、その麹菌というか、醤油の麹ができるんで、それで塩と水と混ぜて、あとはたまにかき混ぜる。そんな感じ。まだ絞ってないんでね。まだ飲んでない。でも混ぜたやつ舐めたらめっちゃ美味しいんで、多分美味しいなと思います。はい。あと、まあ、干し柿ね。柿とかね。この辺も勝手に生えてるやつがあるんで。そういうのを、取って、作る。はい。はい。まあ、そんな今度はね、自給自足の紹介がいろいろありますけど、はい。自給自足の、ね、何かっちゅうのはあれですけど、
まあ、自給自足ってどうですかみたいなことを聞か、まあ、テレビの取材とかもそうですけど、なんか聞かれるんですよね。あのディレクターの人とかにわざとらしくこう、ね、自給自足ってどうなんですか。まあ、一つ思うのは本当に、ね、あの豊かだなと思うわけです。美味しいですね、もう食事が。あの食事というか、まあ、食材、僕そんな料理はそんな上手じゃないんですけど、まあ、物が美味しいんで、あんまりそんな難しいことせんでも美味しいですよね。それはやっぱり生きていてね、食べ物が美味しいっていうのは最高に幸せだなと思って、それはまあ自分で育てないとできないところっていうのもあるので、そういう意味ではね、あのすごく豊かだなと思いますね。まあ、あとはまあ最初に言った、まあ、安心感みたいな、まあ、何がしてもまあ自分で生きていけるかなみたいなところっていうのはありますね。あとね、あのもう一個はこう気持ちよさというか楽しさというか、あの、まあ、僕先ほど、まあ、田んぼのところでね、手作業でなるべくやってますみたいなことを言ったと思うんですけど、で機械ももちろん使ってるんですよ今では。ただね、あの手作業でしか味わえない気持ちよさというのがやっぱりあって、時間はかかるんですけど、で体もまあ多少疲れますけど、例えば田植えとかね、あの泥の中に裸足で入ってね稲を植えていくのは、あれはめっちゃ気持ちいいですよ。その泥の感触とかで、音も静かだし、で匂いもそんなないし、あの機械でやるとエンジン動いてたら音がうるさいですよね、まずね。で排気ガスの匂いもしたりとかして、まあ早いんですけど、なんかそんなに楽しい作業としになっちゃうというか、ね、作業自体に楽しさは少ない方にするのでね、まあ、そういう意味でも、あの自分でこう体を動かしてやるっていうこと、それがなんかこう、まあ、自分が人間として生きている上でのすごく実は大事なことなんじゃないかなと思って、なんかこう世の中が便利になってね、いろいろこう今では自動で AI でなんかこうね勝手にやってくれるみたいな話がありますけど、それはまあ楽は楽なんですけど、人間ねって選んで楽は楽なんですけど、その中に楽しさがあるかなみたいなことを考えると、やっぱ手作業で何かするっていうのはその楽しいんですね。多分皆さんもね、いろいろ趣味でこう、例えばなんかこう陶器を作ったりとか、ね、お茶碗作ったりとか、なんか手でね、あの織物を作ったり飾りを作ったり多分されてると思うんですけど、やっぱ手作業でしかやっぱりこうね味わうことのできない良さっていうのが本当にあるなと思って、それはね、あの、まあ、これからこう人間の社会がねこう未来に進んでいく上で外せないことかなというのはもう体感として今思ってますね。なんでそういうこう、まあ、自給自足のね、やっていく中で、そうやってこう単に物、その食材が得られて、味とか美味しいとかそういうことだけじゃなくて、そのそういうことを生きていくということはどういうことかみたいな、自分が何が楽しいのかなとか、何を気持ちいいと感じるのかなっていうことを、まあすごくこう感じることができたなっていうふうに思ってますね。お、これ今の季節、ちょっと一区切りありですけど、雲海が見えるんですよ。このうちの家は、350メートルのね標高のとこにあって、ヤギとか亀を飼っているのはものすごい霧の深い地域で、もうこの時期になると朝11時今ぐらいまで真っ白とかということもざらにあるぐらいで、霧が深いので山の上からのところ雲海が見えたりして、こういう景色もね、あの普段自分が目にする景色って実は大事ですよね。ここもここ窓開けたらすごくね、この新しくできたこのね文化施設とかめっちゃ綺麗やなと思って、なんか目に飛び込んでくるその風景とかって実は自分のこの心のストレスっていうんですかね、そういうのに結構影響するなっていうふうには思うので、まあそういう、普段からね、そういう自然を眺めてるっていうのもすごくいいな。面白い、その景色のことで言うと面白いんですけど、僕は田舎に暮らしてて、その鹿とかイノシシを取ってるんですけど、その鹿とかイノシシっていうのは田んぼに入ってきて、あのお米食べたり野菜食べたりする、いわゆる獣害、それもめちゃくちゃひどいんですね。なので柵をしてるんですよ、やっぱり。あのどうしても何もせんかったらね、あの入って食べられるんですよ、やっぱりね。食べられたらもうしゃあないなと思って柵したりするんですけど、ある時その柵を、まあ、工事せなあかんかなと思って全部外したんですよね、田んぼから。でその外した時のその
景色なめっちゃ気持ちいいなと思って、こんなになんかこう柵があるということで無意識に自分がこう感じてたストレスみたいなのっていうのがあるんだなっていうのはなくなったらすごく分かってですね、まだ結局柵したんですけどしてなかったらやっぱ入られてね、まあしゃあないなと思って、まあ、でもそういう目に見えるなんかね心理的なものっていうのは結構あるななんて思いましたね。あ、喋りすぎてる、まあまあいいや、もうちょっと頑張る、ね、すいませんね。はい、次、これ自給自足っていうと、まあ、食料の自給自足っていうのはまあまあまあ今お話したような感じで大体いろんなことをやってると。で、実はエネルギーの自給もやってみたんですね。これはまあ興味本位なんですけど、太陽光パネルを倉庫の屋根に設置してですね、まあ、自分で知り合いの、ね、人と一緒に工事したんですけど、屋根の上に登ってねパネルを設置してみたいな。で、これ16枚ぐらい置いてて 4.4kW やったかなぐらい、まあ、中古のソーラーパネルを買ってきてね、やってるんですけど、まあそんなのをしてると、昼間晴れてるときは全然電気が、使えてますね。むしろ余るみたいな電気って面白いもんで、発電する量と消費する量が同じじゃないとダメなんですね。つまり家で全然電気もつけてないのにソーラーパネルを置いてやってても全く発電しないんです。発電しても使うとこがないから。でまあ大体この辺でやってるのはみんな売電って言ってね、電線とつながってですね売ってるじゃないですか、電気をソーラーパネルのやつね。でうちはもうそれ、まあ、しなかったんですよ、まあ、自家消費のみみたいな。でやってるとめちゃめちゃ余るし、昼間はね、でも夜はないしみたいなんで、そう考えるとすごいこういわゆる関西電力とかからね発電してこう来てる電力ってめちゃめちゃありがたいなと思って、しかも安いというかそんな高くないなと思って、安すぎかなみたいなぐらいに思っちゃうぐらい。っていうのもその自分でソーラーパネルつけて何やかんやしたら、これでもねほぼ自分でやったんであれですけど、それでも50万、50、60万ぐらいはやっぱりその部品買わなのかなかかってるんですね。50、60万電気代でやろうと思ったら、まあこれつけてね大体月5000円ぐらい浮いてるんですけど、まあ10年ぐらいかかるんですよね。でその時ね多分機械もどっか不具合があって直さなきゃとかなってくると、なかなか結構難しいもんやなと思って、だからこれはねちょっと見にくいですけど、ただね最近はいい機械がまあまあ出てきてるんで、インバータっていうのはね、発電したやつを普通のいわゆるコンセントで使える電気に変えるやつですね。あとはそのバッテリーがに電気を貯めるんですけど、まあそういうのを使ってるんで、もう主な機械というかソーラーパネルとこういう、このインバータっていうのとバッテリーもう3つぐらいだけなんで、結構あんまり配線もそこまでややこしないし、割とね最近は手軽にできるようにはなってます。前やってたことあるんですけど、晴れてる時だけパネルこうやって置いて、なんかコンセント挿してとかめんどくさいじゃないですか、そのなんか、僕はそう思って、ちまちまするのめんどくさいなと思って、どうせなら家中の電気ね、普通に挿したやつがソーラーで使えてた方がええやんと思ってやったら、そういうまあ便利な機械があって、まあ、バッテリーの電気が少なくなったら勝手に、いわゆるその商用電力、関西電力の電気に切り替わるっていう、で、また発電したら勝手に発電した電気にやってくれるっていう、そういうのがそのハイブリッドインバータってやつ。まあそんなんでやってます。ただね、やっぱりバッテリーもなんか買ったんですけど、ちょっと不具合があってですね、なんか今もそのまま調子悪いままなんですけど、本来の性能のまだ、どのぐらいかな、半分ぐらいしかはっきり言ってない。で、バッテリーの電圧が下がると、それこそ、プチって切れて、うちだけ停電したみたいなことは何回もあります。停電したらどうしようみたいな。そんなもうまあまあ自分でやってるとね、いろいろとそういう、こともあるので、まあ、電気のありがたさは感じますね。一概にその、まあ、元々僕はそのね、東日本大震災とかに原発のことがあったんで、原発は絶対あかんと思って、もう原発作ってる会社から絶対買いたくないと思ってたんですけど、いや一概にそうも言えんなと。まあその原発のまた別の話ですけど、電力を安定的に供給するっていうのはものすごくありがたいことだなというのは、ね、自分でやってみると分かりますね。なんで決してその高くないと思いましたね、電気。今のはね、買うのはね。はい、
まあ、あとは、その暮らし自体をね、いろいろやってると。まあコンポストと、次行ってみよう、これはやってる人めちゃくちゃ珍しいです。僕も周りでそういう自給自足観点で、やってね、暮らしていますけど、トイレを、いわゆる水洗トイレを使わず、さらにボットン便所でもなく、要するにこう、自分たちの、出たものを、最終的には畑に返すというのを自分たちでやってるということですね。はい、これ結構ね、でもまあ大変っちゃ大変ですけど、一家6人、まあなんとかやってきてますね。はい、たまにやっぱりこう、自分で取らなあかんから、それはまあまあ大変っちゃ大変ですけど、まあ、水使わないしね。で最終的には土に帰るし。またおしっこっていうのはね、別に分けてるんですけど、その分離式のそういうこう、コンポストトイレになってて、まあ、座ったら前の方におしっこが行くじゃないですか。そこは別のタンクに溜まるようになって、うんちはまあうんちで別ということになってるんですけど、そのおしっこっていうのはめちゃくちゃ肥料なんですね、実は。薄めてこう、さすがにその生で食べるレタスの周りとかにはさすがにかかったら嫌やからまかないですけど、例えばトマトとかね、例えば木に上になるやつだったらまあまあかかんないじゃないですか。まあ、そういうので、まあ、収穫する直前にはあんまやらないけど、木が大きくなるときとかね、まあ、タイミングを見てやったりとかして、めちゃくちゃ肥料分はすごくありますね。なんで、まあ、最近も肥料が結構高くなってて、2倍ぐらいになってる、変わったら。だから本当に肥料の値段も高くなってるんで、まあ、そういう意味では、こうやって自分たちのね、暮らしから出るもので、まあ、やっていけたら一番ええな、みたいなところは、思ってますね。コンポストトイレ。でもこれは、テレビ番組ではなぜか取り上げられない。やっぱ取り上げにくいでしょ、これね。触れられたことがない。やってるんですとか言ったんですけどね。これはなんかあんまりヒットしないみたいなね。共感を得にくいんでしょうね、これね。はい、まあ、あとは薪ストーブね。風呂も、未だに薪でうちは入ってますっていう。びっくりされますけど、はい。結構時間はかかりますけど、いいもんですよ、炎っていうのは。で温まり方がね、薪の場合は結局火が消えても置き火が残ってるんで、ずっとトロ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 なんか温まってる感じがあって、でもそのこれはいわゆるそのガスとかでこうね、ジャーッとお湯が出て、まあその冷めたらまあこう足すみたいなのとはまたちょっとあったかさの種類が違うので、その辺はなんかね、手間暇かかるんですけど、これでしか得られないものがあるなってありますね。まあ、薪ストーブもそうですけど、ね、で薪ストーブの上で、今の時期はご飯炊いたり、こうカレーとかね、シューシューとか作ったりもしてます。はい、まあ、そんな感じで薪割りもしてますけど、それも楽しいですね。はい、まあ、あとは、こう廃材ってね、結構あるんですよ。小屋を潰したら、そのね、柱とかそのいろいろ木いらんかみたいな、そういうのを燃やして、それをも薪として使ったりもするし、まあ、あとその使えるやつはね、使って、これトイレの小屋を作ってるところですね、人気のやつは。まあ、板とかは買いますけどね、多分ね、なかなか出てこないのが。まあでもこういう大きな材料とか柱みたいなのは、意外となんとかなるし、はい、まあ、DIY 工事というね。あとはまあ堆肥ね、近所で馬飼ってるとこなんで、それを運んでみたいなね、使ったりとか、まあ、もみ殻とかも出るんで、そういうのをまあ焼いて、燻炭にして、畑に返したりとか、まあ、そういうことですね。結構こう、いろいろやろうと思えば、いろんなことができますね。もうちょっとですが、歌う時間が、で持続可能、まあ、これ持続可能って最近ね、いろいろ話題になってますよね、SDGs とか言ってね、ありますけど。まあ、もちろんすごく書いてあることはね、真っ当なことが書いてあって大事なことではあるんですけど、中にはでもその、なんだろう、その化石、二酸化炭素は絶対ダメとかね、化石燃料はダメとか、いろいろあると思うんですけど、でもその電気ってその生み出すときには、現状ではね、燃やしてますよね、なんせ石炭なり石油なりね。電気自動車って言ってもその電気はどっかで使ってたりとか、そんなが、その表面的に見えることの、その裏っていうか奥をね、自分で考えていくと、
意外とそんな綺麗なもんじゃないというか、割とドロドロしてる、まあそれこそやっぱビジネスみたいなところでやっぱり利権とかそういうのがすごく絡んでるなっていうのがまあいろいろ見えてくるわけですね。だから自然エネルギーもさっき言ったように自分でやってみるとめちゃくちゃ不便なもんやなってことがわかります。あのソーラーパネルでバーッと並んでたりするじゃないですか。あれって晴れたらまあ発電するけど、急に曇ったりとかしたらまあもうほぼ発電量がゼロに等しいぐらい下がっちゃうわけじゃないですか。でもその雨だからみんな電気使わないってわけないんでね、夜だって使うじゃないですか。それを供給しようと思ったらどっかでやっぱその分を補填しなあかんし、常にやっぱりスタンバイしとかなあかんとかで大変なんですよ結構多分ね。あれ電力を供給してるの、自然エネルギーで増やしたら、まあ、それこそ電気代が上がるのはしゃあないというぐらいあの大変なのが、まあ、やってみたらよくわかります。ただまああの蓄電のねバッテリーとかがめちゃくちゃ発展して安くて電気がすごい食べれるものができたら話は別かもしれないので、まあそのあたりがねもしかしたらいいふうになるかもしれないので、まあまあ全部が範疇わけじゃないと思いますけどね。はい、はい、まあまあこれは、今までお話したような感じのところですね。はい、まあ手間暇は本当に、かかります。だから自給自足を、まあ、やったらすごくいいよっていうことは言えるんですけど、みんなにお勧めできないなというか、みんながみんなできることじゃないなとも 思いますね。まあ、僕の場合はあの音楽を仕事にしてたりとか、まあ、割とこうあの自由に時間が使えるようなことがあったので、ね、まあ、体も元気だし、まあ、できてますけど、なかなかその場所とか本当そういうところに恵まれないとなかなかできることではないんですけど、まあ、やってみると本当にあのすごくいいですね。あのまあ、これからのそのね、さっきも言った、世の中の在り方みたいなところもやっぱりこうその暮らしの中でね、感じながらと、いうことになります。はい、あこれ雪の写真ね、このぐらい雪が積もりますね。30セン50センチぐらいとかは結構積もりますね。はい、はい、まあまあそんなような感じで、まあ、本当にこのあの今日一応こう今伝えたいことみたいなことのテーマになっているので、まあ伝えたいことっていうのはやっぱりその自分たちが生きていくというのはやっぱどういうことかというね、そういうことをやっぱりこう考えるという、でまあやっぱり考えるだけではやっぱあかんくて、やってみるっていうんですか、自分できる範囲の中でやっぱりこう体を動かしてやってみるというね、それがやっぱすごく大事なのかなっていうことも思いますね。はい、ということで、まあ、あとは本当はあの、まあ政治とかもね本当はすごく大事なことですよね。なかなか日本ではね政治のことをしゃべるっていうのはこうタブーみたいなところもあったりとかねして、しゃべりにくいところはあるかと思いますけども、まあ、すごく関わってますからね自分たちの暮らしに、まあ、今日ねこういうことに関心があって来られてる方はね、あの政治のことも、関心はおありかと思いますけども、まあ、その辺もね、単にこう、なんでしょう、誰かがやってくれるっていうわけじゃなくて、やっぱ自分ごととして自分も何かできることないのかなとか、そういうふうにやっぱり捉えていくっていうのがすごく本当は大事なのかなって。で、まあ、あとそのバランス感覚っていうね、それもすごく大事だなと思ってます。その、正義って、ね、正しさって結構こう、すごくこう一方から見たら正しいことも反対から見たらそうじゃないっていうことは本当に世の中あるなっていうのも、最近前こう、まあ、僕は家にテレビがないんであんまテレビ見ないんですけど、例えばそのロシアとウクライナの紛争のやつとかでもね、大体日本やったらまあロシアが悪いみたいな報道の方向だと思うんですけど、まあ、前やったらいろいろインターネットや何やかんやでね、いろんな人の発信も見れたりとかするんで、そうじゃないって言ってる人もいたりとかして、じゃあこの一方が言う正義ってどうなんやっていうのもなんとなくなんかこうあれっていうのはありますよね。多分それはいろんなことでもそうやと思うんですけど、やっぱりその例えば原発とかで推進したい側としたら正義だけど、反対している方からしたらもう悪じゃないですか。そういうことが世の中本当にたくさんあるなっていうのはあの思うので、そのあたりもまあどっちか一方に偏って自分のね考えをこうそっちっていう、これが正しい、絶対これっていうふうにならずに、多分いろんな側面から物事を見るっていうことのそのバランス感覚ですね、それはやっぱめちゃくちゃ大事かなっていうのはあの
思ってますね。俺もやっぱり自分でそうやって体験する中でね、まあ、農業、本当はね農業の話とかいろいろあるんですけど、まあ、そういうのも一概に無農薬で農薬を使わなければそれでいいのかっていう問題でもないっていうのもやってみたらよくわかるし、まあ、その辺のねところの、じゃあ自分はどの辺のバランスでいこうかな、まあ、自分の気持ちよさとかその価値観ですけど、その辺がやっぱ大事かなということです。はい、でやりたいことをやると自分のね、結局自分のやりたいことって人それぞれ皆さん違うはずなので、自分の心にね本当にこう聞いてみて、自分がやりたいなと、そういうことをやっぱりやるっていうことはめちゃくちゃ、大事なことですね。あとはまあ、やってよかったってそれだけじゃなくて発信するっていうこともすごく大事かなと思って、最後これは宣伝みたいになりますけど、YouTube とかですね、ブログっていうのを僕はやってましてですね、まあそんなのも、まあ、小浜達郎って検索してくださると多分まあ、小浜ファミリーとかっていうのも今出てくると思いますね。またよかったらね、覗いてみてください。YouTube も、一応2年ぐらいかな、2年半ぐらいやっててですね、まあ、登録者数が3300人ぐらい今いるんですけど、まあまあ本当にそんなに見られるような動画は少ないんですけど、まあやってます。あとはブログとかもね、書いて、まあいろいろ気づいたことをまあ詳しく書いている。ちなみにテレビに話がかかったのはこのブログがきっかけなんです。ブログのお問い合わせフォームから3回とこね、どこどこテレビのなんとかですけどというメールが来ましたね。やっぱそうやって発信していると何らかのやっぱり反応があるもんだなっていうのは本当に感じましたので、今はね誰でも本当に発信できる時代ですから、そういうのもすごく大事なことかなというふうに思っております。はい、ということで長時間すいません、ありがとうございました。もう休憩をしたいところですけど、まあもう半までですもんね。ちょっと2曲くらい歌おうかなと思いますけど、ね、そうそう、まあそこあ10分ですからね。はい、その後質問ということなので、ちょっと背中ですいませんけど、ここからはピアノ弾きながら歌を歌ってみようかなと思います。1曲目は田舎暮らしの中で作った曲をやりましょうか。風に歌おう、風に歌おう、土と暮らそう、手と手つなごう、共に生きよう。目が覚めたから、くわを持って畑に、種をまいて、なすびを取って、空を見上げ息を吐く。生まれては消える、命は歌方のようで、ゆらり揺れながら明日を照らす灯火、つれづれなるままに、気がつけばお昼でお腹が空いたな、ご飯を食べて一休み。手拍子ありがとうございます。あんまり皆さんの顔が見えないのが寂しいですけど。
このピアノ越しに映ったジェイソンの顔を見ながら歌ってみようと思います。雨降り時には家にこもってピアノでも弾いて口ずさも自由に描き出そう心の声を君のことを思い出す歯がために花を咲き誇る地に行くのか不意に吹き抜ける青い風の導くその向こう側へとどまることのない時の流れに静かな鼓動は脈を打つ風に浮かおう土と暮らそう手と手つなごう共に生きよう風に歌おう歌おう土と暮らそう風に歌おう土と暮らそう手と手つなごう共に歌おうララララララはいはい、風に歌おうでした。皆さん、指をしたね。ありがとうございます。では、次は、これやろうかな。まあ、今日のちょっとテーマでもあるんですけど、そのやりたいことをやるというね。で、やりたいことをやるときに、大体気になるのがですね、こう、みんなやってないからどうしようとか、あとはこう、今更どうかなとかね。例えば年がもうね、こんな年齢になったし、今から新しいことやるのはどうかなとか、あると思うんですけど。ただやっぱり大事なのは、その時にこう自分が、いいなとか、やりたいなとか思ったことが大事なわけでね。そこは、年齢関係なく、やっぱり、やるとですね、そこから見えてくるものがあると。それがまあね、一つのこう、人生の醍醐味。人はどんなことでもやればできるって言うけど僕にもできるだろうか教えて。一度きりのこの道後戻りはできないと言葉だけが頭の奥から回り始めるのが遅すぎたかなって不安になるんだでも抑えきれない思いがあるから It's not too late No, no, まだまだ夢は時を超えて So don't give up Just believe your heart きっと叶うから
どれだけ頑張ってもあの人にはなれないと諦めて逃げてしまっていないかい。他人と同じようになんてなることないんだ。ありのままの自分を信じて。It's not too late。 どうこれから思い続く限り。 So don't give up。 Just believe yourself。 人からうから。Don't give up, just believing your dream. 叶えてみせるから。It's not too late, no, まだまだ。夢は時を超えて、その希望。